万年筆の良さを伝えたいペンギンでーす。今回のテーマはこちらペリカンのエーデルシュタインインクです。ペリカンでは2012年から毎年インクオブザイヤーというその年のインクっていうのが限定で発売されているんですが、今年2024年はゴールデンラピスっていうみんな大好き青系のインクにゴールドのラメが入ったインクとなっておりまして、普段インクを買うっていうことが少ない私の心にもズキューンと無事抜かれてしまい、お迎えしましたこちらですね。というわけで今回はこのゴールデンラピスを観察しながら、他のエーデルシュタインインク、歴代のインクオブザイヤーインクを振り返ってみたいと思います。エーデルシュタインとは宝石っていう意味で、ペリカンの中でも上位のねモデルのインクってされてます。4001っていうね定番のインクがあるんですけど、それはだいたい1500円ぐらいで売られているのに対して、このねエーデルシュタインっていうシリーズはだいたいね2500円ぐらいするので、値段の違いにも両者の差が出ていますよね。まあでも値段の差ほど性能に差があるかって言われると、ちょっとね私はそこまで実感できないんですけど、なんとなくこのねこのおしゃれなボトルですか、これに尽きるんじゃないでしょうかね。インクってボトルの要素大きいですよね。フォロワー様にもエーデルシュタイン持ってるっていうアンケート取ってみたんですが、まあ、持ってないよっていう人も結構多かったですね。ペリカン云々っていうより、まあ4001の方で、基本的なあっちの方で十分だよっていうことかもしれませんね。現在のエーデルシュタインインクの定番カラーは8色あって、オニキス、タンザナイト、サファイア、トパーズ、ジェード、アベンチュリン、マンダリン、ガーネット、こちらの8色になっています。そしてね、前述したインクオブザイヤーは2012年から始まったと見られています。なのでね、今年2024年を含めると今まで13色存在することになりますよね。だいたいその年の限定の万年筆も同じような色でセットで発売されることが多いですよね。気に入った色があったら万年筆と合わせてお迎えするのが、まあペリカン通っていうところでしょうか。歴代のインクオブザイヤーもちょっと見てみましょう。今年がこのねゴールデンラピスで、2023年、こちらまだ記憶に新しいんですけど、ローズクォーツ、2022年アパタイト、2021年ゴールデンベリル、これがね初めてラメインクっていうことでちょっと話題になりましたよね。めちゃくちゃなんか派手な感じの色でした。2020年がムーンストーン、2019年スタールビー、2018年オリビーン、2017年スモーキークォーツ、2016年アクアマリン、2015年アメジスト、2014年ガーネット、2013年アンバー、2012年トルマリン、以上でした。我が家はね、なんか夫ペンギンのコレクションが意外とありまして、私自分ではねこれ今回買ったの初めてなんですけど、結構ね初期の頃の限定カラーがあるんですよね。例えばトルマリンとかアンバーとかがあるんですよ。でいい機会だなと思って今回全色の色見本っていうのを作ってみました。こんな感じですね。これね2012年のトルマリンってこんな色なんですけど、赤紫みたいな。あと2013年のアンバーですね、琥珀色みたいな感じでしょうか。もうこの2つとか発売からどんだけ経ってんねんっていうちょっとねツッコミがあると思うんですけど、ちょっとね受け付けませんこんな感じでなんかね、これ定番もあれば、まあ、限定もあるんですけど、まあ、定番がほとんどかな。もうね、よくわかんないのがルビーっていう色なんですけど、こちらは限定じゃなくて定番色だったみたいですが、今は廃盤になってるのでない色になります。もうね、たくさんある中でこの
ルビーが一番なんか品質的にやばそうな感じしてて、これラメインクでもなんでもないんだけどな、なんかね、なんか浮いてるんだよね。なんかすごい檻みたいのが浮いてて、一番ちょっとやばげなルビーです。この中だと私は結構このねジェイドっていうのを気に入って使ってます。このインクを使って動画作った時に、そのインク何なんですかって聞かれることもあるくらいね、なんか結構気になる方もインクなんじゃないでしょうか。まあ、この中だとサファイアとかタンザナイトとか、この辺が無難な青系で使いやすいって思う方も多いじゃないですかね。トパーズも綺麗ですよね。ではね、ようやくこのゴールデンラピスを観察してみたいと思います。まあ、こういう箱に入っていたんですけど、特にね説明書みたいのなくて、まあ、大体皆さん今回ラメ入りなので、ラメ入りのインクを万年筆に入れてええんかいっていう素朴な疑問が生まれると思うんですよね。でも特に説明書なく、この裏に万年筆インクって書いてあるっていうことで、万年筆に入れてもええんちゃうのっていうペリカンの見解っぽいんですが、まあ実際どうなんでしょう。で、まあやっぱ分解できてザバザバ洗えるね、ペンに入れるんだったらまあ大丈夫じゃないかなと思って、私ちょっとねもう先んじて入れてしまったんですけど、ペリカンの M200、 これ首軸の方からこのペン先のユニットがボンって取れるんで、まあ、結構ザバザバ洗えるかなと思ってこれに入れてみました。で、あとはねこれパイロットの角の、もう私にいじくり倒されている角のなんですけど、これにもちょっと、これはまだ入れてないんです、これにもここから入れてみようと思います。角のも結構ねこの辺がこうバシッて取れるんで、もうこうやってねもうバラバラにできてザバザバ洗えるので、こういう実験台というか生贄に非常にぴったりでございます。では入れていきたいと思います。まあね、もうラメ入りだからすごいラメ超たっぷりですよ。このさーっていう感じを見ているだけでもなんか癒されちゃいますよね。一回混ざってもなんかワーダコーダしてるうちにどんどんなんか落ちていってしまいそうだし、なんかもうすっごい泡立ってるし。もうなんかすでにラメがすごい。いやー、こちらの M200 の方にももうすでに入ってるんですけど、こうやってねラメがちょっと置いとくと下の方に溜まってかなり綺麗なことになってます。こうやってパッと見だと普通に青系のインクに見えますよね。どうでしょうか。なんかね、思ったよりもラメがドボドボ出ていて、大変いい感じでございます。こっちは M200、 ペリカンの M200 で描いたんですけどね、こっちの方は、まあ、たまたまなのか、書くので書いたよりもラメが乗ってません。もうこれなんか運っていうか、このね攪拌されてる具合とかにもまあいろいろよるのかもしれないから、なんとも言えない。
あとね、ガラスペンで書いたものも事前に書いておきましたので、それを持ってきました。ちょっとガラスペンによるんだと思うんですけど、私の持ってるこれがなんかこうジャバって入れた時に、なんかこれ以上入れたくない気持ちになって、この辺だけしか入れなかったんで、多分ね、下の方のラメをうまくすくえてなかった関係でなんかガラスペンで書いてもなんか いまいちラメラメ感が出ませんでしたまあでも全然万年筆に入れていいんじゃないかいっていう、それは私の感想なんですけども、まあ結論なんかちゃんと洗えればいいんじゃないのみたいな気はします。でもね、これもなんか透明のデモンストレーターだから入れるけれども、 M400 にはちょっと入れたくないかな。 M400 は嫌だかな。やっぱね、近辺に入れるのはちょっと緊張感ありますよね。はい、ここから後日談になります。実は書くのは翌日ドライアップしてしまったのです。入れたては調子が良かったのに、とても残念。もともとドライアップしやすい書くのですが、翌日使えないのはアウトですよね。アイドロッパーだからダメなのかなと思ってカートリッジを使ってみたけど、やはりダメでした。一方 M200 の方はその後も変わらず書けています。 M200 がもともとウェットなので、ドバドバ系の万年筆や地幅が太めのペンの方が適していそうですね。ペリカンのインクだから、ペリカンのペンに入れるというのが素直な選択肢なのかもしれません。総合的に見ると M200 で運用できるめちゃくちゃ綺麗なインクなので、買ってよかったなと思います。この動画が皆様のインク選びの一助になれば幸いです。ではまた。